私の名前は木島隆一と言います。シャシ領域のダイナミックテストの担当になります。自分の操作に対して車が動くその関係がすごく面白く感じます。限界走行だけじゃなくて普通に運転していてもその風に車が動く、みんな個性があって動き方がみんな違う。エンジニア的にもどういうところにその要素があるのかっていうのを知るのが本当に面白い。この車はロングホイールベース、ワイドトレッド、そしてリアがマルチリンクになって安定性がより高まっています。旋回性能の向上、これにより一つずつのコーナーで少しずつタイムアップを果たしていて、全体で大きく現行を上回る車両になっています。シュメーデンクロイツという高速コーナーがありますが、200キロぐらいで入るコーナーになります。そこにおいては現行に対して15キロぐらいボトムスピードが上がっています。アーレンベルグに向けての減速では少しナーバスな動きになりがちです。しかし新しいタイプ R はより自信を持ってブレーキを踏め安定して減速できます。メッツゲルスフェルドの先150キロぐらいの中速コーナーになります。ここにおいても安定性が高いことでボトムスピード10キロから15キロぐらい上がっています。ニキラウダコーナー190キロ程度の高速コーナーになります。車体の安定性、空力性能によって旋回スピードを高くできています。カルーセルを抜けたところは路面が荒れていてトラクションはかかりにくいところではあるんですが、そこも新しいタイプ R は路面をしっかり捉えて加速することができます。オーエアハットから先ブルンシェンまではリズミカルな区間になります。ここは新しいタイプ R は回答性の良さや正確なハンドリングによってタイムアップを果たしています。フランツガルデンから先の高速セクションにおいては車体の安定性、空力特性によって安定した形でコーナーを抜けていくことができます。エッティンガホーフェからティアガルテンまでは最後のストレート。新しいタイプ R は先代よりも先行して走ります。史上最高のタイプ R にするためにできることは全てやりました。